すまんな。そちにも迷惑をかける。いえ、すべては七藻陛下のお決めになられたこと。私のような者のことまでご配慮くださり、ありがたく存じます。では、英雄殿をお迎えに行ってまいります。よろしく頼む。盛大ね。ご苦労だったね。聞いたわよ、アイメリク卿が先の防衛戦の礼も兼ね、正式に国交回復に向けて本国に働きかけるらしいじゃない。あなたの努力が実ったのね。おめでとう、アルフィノ。ありがとう、ミンフィリア。アイメリク卿をウルダ派の国賓として迎えてもらうことができたのは、ひとえに君たちの協力があったからこそだ。これでエオルゼア都市軍事同盟の再結集に向けて一歩前進したよ。それにイシュガルドとの国交が回復すれば交易路も広がる。第七霊祭の復興が一段落して落ち込み始めていた経済にも良い刺激になるだろう。我々の活躍でエオルゼアには良い風が吹き始めた。あとはアウトロー戦区の問題が一刻も早く解決することを祈るだけだ。各国の名士たちの考えはわかる。だが私は私の考えでエオルゼアを導いてみせるさ。ところで我らが英雄殿はどうした？姿が見えないようだが。クイックサンドのモモディさんのところに行っているわ。重い用事でなければそろそろ来る頃だと思うけど。Thank you.
れ。失礼いたします。急な呼び出しによく来てくれたな。運廊を守りきれたようで安心しました。コートの方は大丈夫だったのでしょうか。ええ、多少の被害は出ましたが問題ありません。これもひとえに皆様方のお力があってこそ。それはよかった。イシュガルドも我々と同じエオルゼアの一部、こういう時こそ協力せねばなりません。これも政治というのか。ナナモ女王陛下がいらしてから改めてご挨拶をと思っていたのですが。こたびの防衛戦へのご助力誠に感謝いたします。私はこれを機にコートの大審問を開くことを教皇陛下に進言するつもりです。真にエオルゼを一つにするために。ユユハセが？わかった。どうかしたの？いや、大したことはない。少し席を外すよ。どうした？何か警備の問題でも？下がってよいぞ。承知いたしました。失礼いたします。わざわざ来てもらったのは他でもない。そなたに
伝えておきたいことがあってな。わらわはウルダハ王朝に幕を下ろすつもりじゃ。知っての通り、今のウルダハは混沌の渦中にある。祭り事が正常に機能せず、国の宝である民が一番の被害を受けているようなありさまじゃ。わらわはこの混乱を消し去るために、この戦勝祝賀会の場で王朝の終焉を宣言する。これによってウルダハは王のものでも負者のものでもない、民のものとして生まれ変わる。新時代のウルダハの幕開けとなるのじゃ。だが国は大きく揺れる。ラウバーン一人の力では行き詰まる時も来よう。そなたに頼みがある。どうかラウバーンを支えてやってほしい。これは他の誰でもない、いくつもの戦いをくぐり抜けてきた真の英雄であるそなたにしか頼めないことなのじゃ。わらわのわがままを引き受けてくれたことを感謝するぞ。よかった。本当によかった。これで気がかりがなくなった。これからもよろしく頼むぞ、英雄だな。亡くなられている。さては杯に毒を持ったか。冒険者、貴様が七門陛下を。この部屋には七門陛下と貴様しかおらん。言い逃れはできんぞ。者ども、こやつを拘束しろ。女王陛下の暗殺犯だ。
一部の者を除く暁関係者の確保が完了しました。レブナンツトールの石の家も制圧済みです。どうもこうもご覧の通りです、総帥。すべてはエオルゼアのために。何事だ？教皇庁の神殿騎士団だと？イシュガルドの特使殿、たった今イシュガルドの教皇庁より連絡がありました。何でもドラゴン族が再びコートを襲撃したため帰国せよと、急を要すとのことで騎士の方々が迎えに参ったようです。コートが？こちらに情報は回ってきていません。それにあまりに折りが良すぎます。もしや。なるほどな。総長、お早く。知らせてくれたことに感謝します、ウルダハの友人よ。この借りはいつか返させていただきましょう。行くぞルキア。何の騒ぎだ？デートの申し出かい？あいにくそういう趣味はないんだが。暁のサンクレットだな。貴様には先のガレマール帝国との戦いで帝国軍に内通していた容疑がかけられている。内通だと？何のことだ？まさかアシエに支配されていた時の。こちらで捕らえた帝国兵の尋問から貴様が関わっていたとの証言を得ている。それに何やら怪しげな術を使うとの報告もな。さて一緒に来てもらおうか。無理やりパーティーに呼んでおいて今度はさっさと出て行けって。ずいぶん勝手なことを言うじゃないか。
さてはこの祝賀会自体、仕組まれたものか。アデルジ、これはどういうつもりだ。宴席に武装兵を送り込み、国賓を女王の許可なく退出させるとは、貴様何を考えている。同人団の私兵か。王家主催の祝賀会での愚行、どう超えた越権行為だ。さっさと撤収させろ。何を言うか、ラウバーン。不滅隊こそ貴様の私兵ではないか。七尾陛下が暗殺され、国の存続が危ぶまれる事態ぞ。かような状況から、国を守るべきはずの不滅隊の兵力を容易にカルテノーやクルザスに回した貴様の責任はどう取るつもりだ。ましてや腹心に帝国の艦長を飼っていたとは、局長とは名ばかりの愚将ではないか。今何と言った。七尾様が暗殺されただと。さよう。そこにいる暁の決命に組みする冒険者がその首謀者だ。一体どういうことです。貴様らには暗殺計画への関与の疑いがかけられている。連れてこい。先ほどこの者に七尾女王陛下が毒殺された。犯人の協力者と思われる暁の船員を取り調べる。一度その場を動かないように。そんな。残念ですよ、英雄殿。このようなことになるとは。この冒険者が所持していた小瓶から、七尾陛下を殺害したものと同じ毒が検出された。さてははめられたわね。おやおや、はめられたのは我々の方ですよ。まさか我がウルダハの愛すべき女王陛下に取り入り、イシュガルドと和平を結ぼうというこの場で陛下を暗殺したのですからな。言いがかりもいい加減にしなさい。黙れ小娘。貴様ら暁の決命が
異能を持つ者を集め、囲っていることは分かっているのだぞ。その能力を使い、七尾陛下をはじめ各国の名手に取り入ったのであろう。それにアイメリク教とは特使として接する以上に随分親しくしていたようではないか。さては先の防衛戦、ドラゴン族の侵攻からの防衛を大義名分に、裏でイシュガルドと結託して我々の兵力を分散。そうして防衛力を削いだ上でイシュガルドにこの地を侵略するよう仕向けたのではないか。そんな無茶苦茶な。どこにそんな証拠があるっての。そんな、ナナボ様が。イルベルト、そこをどけ。ナナモ様の安否を確認する。落ち着くんだラウバーン。先ほど俺が確認した。ナナモ陛下は死室にて毒殺された。そこの侍女も確認している。まさか。七尾様。王党派に国を守る資格なし。ウルダ派の祭りごとは我々サカツ州共和派が行うしかあるまいな。せいぜい陛下の国葬の段取りでも考えておくがいい。まったく、貴様も陛下も手間をかけさせる。何の話だ。七尾様を暗殺したのは貴様か。テレジアダラジャ。ふん、よまよいごと。ま、あの小娘のために随分と苦労したのは確かだがな。もともと傀儡の女王だったのだ。ようやく操り糸が外れて肩の荷が下りたと、ザルシンの御元でせいせいとしているだろう。陛下を愚弄するな。も
ラウバーン、貴様乱心したか。宮廷内で剣を抜き、ましてや、まさか貴様も暁と共犯なのではなかろうな。ラウバン局長、お前たち何をしている。いけません、提督。らしくないな。こうも簡単に隙を見せちまうとは。暁の者たちを捕らえろ。ナノモ陛下の暗殺と国家転覆を企む首謀者だ。この国賊も捕らえよ。俺たちは泥をすすって生きてきた。アラミゴを見捨て英雄となったお前と違ってな。お前は変わったよ、ラウバーン。守るものなんぞを持つから生きることに火欲になる。猛牛の角は折れた。角の折れた牛はあとは肉になるだけだ。ラウバーン、いいことを教えてやろう。ナナモ陛下を暗殺した犯人は俺だ。世間に己の身の潔白を証明しろ。
この事件の真相を突き止めろ。これができるのは貴様らしかいない。行け。無事だったか。サンクレット、あなた一体どこにいたの。デートの誘いが多くてね、断るのに大忙しだったのさ。この戦勝祝賀会が仕組まれたものだと分かり、いろいろ探ってきた。すでにウルダ派の主要施設は抑えられている。イシュガルド防衛線の折、同人団の権限を拡大したのがあだになったな。同人団が動きやすくなるように段取りがされていた。一体いつから準備されてたのか。周到な準備と部隊の展開の速さ。ラウバーン局長の言っていた通り、何か裏があるわね。同人団はもともと傭兵が多いし、敵に回ったクリスタルブレイブの連中も猛者揃いだよ。パパリも腕が鳴るね。いいだ、そんなのんきなこと言ってる場合じゃないぞ。ナナモ陛下だけを狙った計画ではない。もしや私たちも狙われていた。やれやれ、僕たちも嫌われたものだよ。そうなると石の家を抑えたっていうのも本当だろうね。どのみちここから脱出しないと捕まっちまう。七間様の支室の暖炉裏、そこから地下に続く隠し通路があると以前パパシャン所長に聞いたことがある。王宮の周辺は囲まれているからな。そこを使おう。みんなは行って、ここは私がやっちゃうよ。本気か。仕方ないな、付き合ってやるよ。クリスタルブレイブのみんなとは一度戦ってみたかったんだよね。いいだ、パパリモ。ここで足止めをしておく。だから隠し通路の確保を急いでくれ。ミフィリア、早く。
丈夫か、イダ。くそ、キリがないな。平気平気、こんなんじゃやられないよ。パパリモこそ大丈夫？そろそろ限界かな。暁はね、みんなの希望、アラミゴの民にとっても希望なんだ。こんなところで終わらせやしないよ。ああ、それにこんな奴らにエオルゼアを任せてはおけない。パリモ、付き合わせちゃってごめんね。お前のわがままはいつものことだろう。こうなりゃ最後まで付き合うさ。ウルダハの地下にこんな水路があっただなんて。おそらくは有事の際の脱出通路ね。シラディ派の建築様式かしら。ずいぶん昔のものだわ。あまりに兵の展開が早いな。この水路のことはすでに調べがついていたか。あなたたちは先に行って、ここは私たちが食い止める。ヤシトラ、サングレット、暁の灯火を消してはいけないわ。この明かりは明日への光なのだから。この場は任せておきな。また後で会おうぜ。二人とも。さて、どうする？お嬢さん、こんな狭いところであの数、よくて相打ち、下手すりゃ無駄死にだ。
誇り高き野族の御子ってをなめないことね。だったら壁ごと破壊して一帯を封鎖するまでよ。最後のお相手があなたってのはちょっと物足りないけどね。やれやれ、こんな色男を捕まえて欲張りなお嬢さんだ。それじゃ最後のデートエスコートいたしましょうか。さすがにこの数が相手ではまだか、ヤシトラ。待たせたわね。ごめん、ヤミトラ。私はなすべき使命のためここに残ります。あなたは先に行きなさい。聞いて、あなたは希望なの。私たち暁にとって、エオルゼアにとって希望そのものなの。希望の灯火はまだ消えてはいないわ。暁の明かりは希望の灯火である。あなたがいる限り何度でも何度でも灯すことができる。だから生き延びて、そしていつの日かエウルゼアに救済を。こんなところで希望を、この星を救う光の目を澄ませるわけにはいかないわ。無事だったか？他の皆は？くそ、
まんまとテレジアデレジに出し抜かれた。まさかクリスタルブレイブごとやられるとは。話は後で。まずはウルダハを離れなければ。久しぶりだな、エーテル酔いの冒険者。急いでるんだろう。乗りな。たまたまベスパーベイに仕入れに行っていたところ、ルベユル家のお嬢さんに声をかけられましてね。ウルダハにいる兄が困っていると思うから、助けてほしいと。それでチョコボキャリッジでこの辺りを駆け回っていたら、あんた方を発見したって流れさ。さっきの様子、追われてたんでしょ。無事でよかったですぜ。まさかお前さんにまで会えるとは思ってなかったかな。目をかけていた妹にまで心配されるとは。ところで、そちらのお兄さんは？私はピピンという不滅隊の小刀匠だ。長らくアラミゴ方面で極秘作戦を指揮していたのだが、不滅隊の球児に呼び戻されてね。それが機体直後にこの事件に遭遇。こちらのアルヒノ殿が聖変で窮地にあると知り救出したのだ。私の目から見ても火があるのは共和派の連中だ。奴らの横暴が目に余るとは聞いていたが、まさかこのような事態になるとは。ピピンさんっていや、不滅隊のラウバーン局長の。ああ、ラウバーン・アルディンの養子だ。義父のことはウルダハを出るときに聞いた。私はあなた方を安全な場所まで送った後、すぐにウルダハに戻る。義父を助けなければ。なら、このまんまブラックブラッシュに向かいますぜ。ちょうどそこで落ち合う人がいるもんでね。
私は皆に助けられた。一人では何もできていなかったのか。私は